ろしくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちら、レゴラジの衝動買いシリーズです。ノーマルとセピアカラーが売っていたので買ってしまいました。ブックオフで8000円くらいだったかな。ゲーセンで取るより早く買えたかな。メルカリはもうちょっと安かったですね。今回は炭治郎、善逸、禰豆子の 3×2 カラーです。レゴラジが大好きなキューポスケットシリーズです。正直、この箱を開ける作業が好きではありません。あれ？そこ、テープで留める意味あるのか。中古品ですが未開封だそうです。未開封ですね。めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい。誰か代わりに開けてくれー。箱を開けても、袋に入ってるし。やっとここまで来ました。指で破りたい。早く飾りたい。飾る場所は決めてあるので、あとは組み立てるだけなんです。早送りでお届けしておりますが、現実は早送りできません。完成した状態で箱に入れてほしい。全部一番くじのフィギュアみたいになればいいのに。最初からこう切ればよかったのか。いつもなら、今みたいに切ってひっくり返して出します。ということで、本日もよろしくお願いいたします。完成です。それで歯をゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。善逸くん、左がセピアカラー版です。ぐにゃってなってましたね。どうでしょうか？レゴラジ的にはセピアカラーも好きです。ワンピースフィギュアの別カラーってなんか変ですよね。墨次郎くん、このセピアカラーもいいですね。鬼殺隊って感じがします。後ろから見るとちょっと違うかなと感じました。はい、逆転。色とかそういうの関係なく100点だけになりたいです。どこから見ても可愛い。このアングルはやばい。セピアカラーバージョン、ノーマルカラーということで、今回はどこから見ても可愛い禰豆子ちゃんでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。